あ、本当だ、グンドさん、今日の夜とかお暇してませんか？これお酒の誘いじゃん、これ。いや、違うだろ。どうしようかなって。どう考えても違うよ、ね、悩んじゃった、ちょっと。ね、そしたらなんか星川いてびっくりした、 3P かよみたいな。いやマジちょっと趣味悪いよお前。いや本当に星川は無理だって。星川いるとなえるからやめてほしい。いやバブ入れんなって、カワセ。カワセのあだ名ってインポなんだ。そうだよ。違う、この前見た時インポだってびっくりしたよね。見てない。やりましょうみたいなこと言うくせに立たないじゃんみたいな。そうなんだ、星川見た時すごかったけどな。え、カワセってもしかしてブス戦？ブスさん、きっつー。もう、いらないで。いや、ブス戦はまずい。まあ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 、穴があるや、なんでもいいもんね。いやいやいや、星川さんは可愛いじゃないですか。穴じゃないよね、ただの穴じゃないよね、星川はね。すごいよね。終わってる。まずい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 。星川の LINE の登録名オナホにしてたじゃん。え、オナホってしてたじゃん。カワセ本当してない、してない。まだまだ出会って2ヶ月経ってないよね。すごい、ひどい、そんなことするんだ。カワセのイケボしか聞こえない、星川。カワセイケボか。でもこの人誕生日の時俺のことイケボじゃないってディスってましたよ。だってさ、ツンデレじゃんそれは。なんで言わせんのそういうこと。今のはいや、サラちゃんの方が可愛いよって言ってあげるべきじゃん。あーなるほどね。俺たちイケボカップルだねっつって。カップルではないね、ちなみに。なんか勝手カップルになってる。え、それはじゃあいいの、文藤先生さ、星川にさ、カワセ取られていいってこと？いや、まあまあまあ、ネトリの趣味があるから、まあ、いいかなってここはあるんだけど。そうだった、こいつ。そうなの。でもいいの、私今カワセ、正直今これオフコラボなんだよね、実は。え、違う違う。でも待って、ゲームゲーム、画面画面画面、あれでよ、星川今寝起きで、カワセ寝起きだよね今。寝起きやね。うん、だってさっき一緒に寝したもん、星川。寝てない寝てない。待って、夕方にセックスして疲れたやつそれ。え、ちょっとそんな言わせないでよ。なんかごめんって。でもカワセ早かったからさ、いや、つまんなかったんじゃないの、満足できた。え、早くない、結構頑張ってくれてたよ、星川との時。星川がブスだから行けなかったんだ。違うからね、違うから。あ、星川の締まりが悪くて。え、ちゅうちゃんの星川がやっぱ可愛いから長時間楽しみたいなってことで頑張ってくれてたんだよね、カワセ。ほん、え、なんかカワセ途中からさ、目閉じて私のこと考えてたでしょ、それ。いや、やっぱ軍の先生がブスだから早く終わらせたかったんじゃない。いやいや、そうなの。え、私の顔見たらすぐ行っちゃうもんね、カワセくんはね。かわいそう、カワセ。そんなもう軍の先生とやらなくていいよ。いや、星川の穴ってやっぱゆるゆるなんだ。だってカワセ、カワセ、カワセ、なにこれ、もう一種の ASMR じゃん、これ。怖いって、目ついたこれ、作品だってこれ。出す、とりあえず出す俺らで。出したら売れるかもしれない、これ、もしかしたら。え、なにそれ、ブラ、なにそれ、え、なにその矢印、怖い、なになになに。あ、なんかカラス、チート使ってる。いや、チートやもしかチート使ってるけど。いや、違う違う、ムチ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 、違う違う。カラスがね、敵の位置教えてくれるの、これ。そう、え、怖くない？チートやん。違う。ゲームの仕様全部チートって言うやつもね、一人。え、待って、グンドさん、グンド一人増えたじゃん、チートじゃないこれね、カワセ、チートじゃないこれ。これチートか。グンドはいっぱいいたっていいだろう。でも最悪の、臭い臭い。いや、グンドさんは一人でいいよ。グンドさんは一人でいいかもしれん。いや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 、だって全員グンドで 5P とかやってみたいですよ。やめてなきゃさ、エロさんから設定持ってくるとしてやめてよ、ほんとに。え、これさ、え、じゃあ私今から敵んとこ突っ込んでくね。じゃあ星川も行く。え、行く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 。あ、いけ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 、ここいる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 、やれ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 。いや、まるで寝起きとは思えないテンションしてるけど。どこにいるんだこれ。自分の見つけない、わかりません。わかりません、了解。人任せやめなよ。すいません。あ、いた、あ、いた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 。ねえ、カワセ、やるか。あれ、やりやすかった多分ね、あれ
ゼロ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 おかした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 え、マジありえなくない？マジありえないよ、川瀬さん。本当だよ。ピンに叫んでるやつ。あさりだけ早いから。あさりだけ早いから。ケチやなやつらって。バッテ全部持ってくからよろしくね、本当に。早く早く。やばい、本当にバッテも持ってくるだって。あ、待って待って、私なんか、え、なんか着てたんだけど、服。服は？ねえ、先生。いつも部屋で服着てないからって癖できるよ、先生。なんと、服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 。セクハラだよセクハラ。カッチマイクもやめて。ジャンプ置いて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 。先に行こう。一緒に行こう。もうウルトウルト使うウルト使うウルト使う。意味ない意味ない。ここで使った意味ない。ここで。お前ミラージュ使うの初めてな。あよく見てた。え？助けて。やっぱ先生先生に起こしてもらえな。やっぱ先生に起こしてもらいたい先生。え、先生もシート。いやだそんなこと言わないで。やだやだ。なんで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 そんなこと言わないで。ああ。ラーメン食べて。え、デートのお誘いってこと？え、いいよいいよいいよ。ラーメンデートってこと？え、この後いいよ。この後空いてる？空いてる？空いてるよ。この後空いてるお店あんのかな？あるか、さすがに。まああるか。じゃあみんなでラーメン博物館ですね。え？ラーメン博物館ってこと？それ。いや、違う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 。なんでラーメン食ったってそういうことになるの確定してんの、まず。ラーメン食べたらセックス性がすることある？あるだろ。あるんだ。あんま知らないかもしれない。だいぶ狭い界隈で生きてきてるかもしれない、もしかしたら。そんな、すごいね。やばいじゃん。食欲満たして性欲して、あと寝るだけやん、それも。そうそうそう。一緒に寝てくれないの、逆に。一緒に寝るでしょ。え、待って、やり終わったらそのまま入るタイプ？お前もしかして、マジ？うわこれいや、やり捨てたこともないし、そういうことになったこともないから、まず分かんないんですよね、実を言うとね。そういうことってこと？やめようよ、やっぱり良くないよ、そういうの、やっぱり川瀬くんって童貞なの？え、なんか今そんな雰囲気あったね。あ、童貞かもしらんですね。え、じゃ確かめてみよう。今からじゃセックスしよう。どうやって確かめるの、そうやって。確かに、確かめられることなくない？してみたら分かるからね、多分。分かんないだろ、絶対。あ、下手だな、こいつっつって。まあ、思っても言わないでおくよ、そこは。私と星川の二人になった瞬間にめっちゃ言う。あいつ、ケチャケチャ。やばっすよ。あいつ、キスも下手じゃなかった？やばいよ。そう。彼女か。あっちにケアパッケージ。彼女何人いんの今、川瀬。今4人ぐらい。あー、少な。少ないんだ。前80人ぐらいいたよね。80人とか絶対名前間違えるどっかで。最低マジで。絶対間違えるね、名前どっかで。別にいいけどね、別に俺は気にしないで、大丈夫。私、川瀬くんが童貞でも川瀬くんと友達でいたいよ。うん、星川もなんかいい感じの距離感でいたいよ。いや、いないだろ、童貞だから友達やめるやつ。いないだろ、さすがにいないだろ、そんな。気をつけて、本当に。え、やめなよ、川瀬、軍道ミレみたいな人間になるよ。おい、どういうこと、それ褒め言葉だろ。軍道ミレみたいな人間はいいだろ、割と。やめな、川瀬、人生の道踏み外すことになるよ。
いやいやだ、ちょっとアドバイス聞いたら星川みたいな人生送ることになるよ。え、心配だよ、顔合わせ大丈夫？軍藤さん、前自分のこと二次三次の模範囚って言ってたから一回捕まってるんだよ。模範囚じゃない、あれは言い間違いかの。あ、言い間違いか。そうそうそう。河瀬はどう思う？いやまあ、え、河瀬は私の味方だと思う。え、どっちの味方なん河瀬は。いや、まあ、これでヘラったらできないよ。え、なんかさ、待って、ディスコの音聞こえなくなったんだけど。説教されたやつは誰だ？落とし死んだんだけど。敵を殲滅する。入り直すか。この音が。そうそう、星川さん。はい、はい、帰ってきました。あ、帰ってきた、帰ってきた。え、いや違う、あの、急にディスコの音聞こえなくなった。怖怖いな、それは。そう、震えてたよ、みんな。本当に減らったかと思って。お前を痛い目に合わせてやるのが楽しみだ。まあ、星川さんメンタル強そうだから減らんないよ。うん、まあ、減らんないよ、こいつ。え、まあ、カワセにはちょっと弱みは見せたいけどね、星川は。いや、うざい、そういうの。所詮、オナホなのにさ。何？オナホが喋んなよって思ってる。まあ、お前がオナホ扱いされてるからって星川村と思うなよ。違うの？やめて、俺がどんどん最低な男になってってるって。どうなん、カワセ。え、もしか答え聞けてないんだけど、結局音切れて。あ、確かに。うん、そういえば答えが聞けなかったね。いや、まあ、でもどっちにもどっちの良さってあると思いますよね、やっぱり。キモいしね。言ってない。俺はミレーしか愛してないんだよ。気持ち悪いの、話しかけんな。お前、カワセがそんなこと言うわけねえだろ。言うに決まってんだろ。耳おかしいじゃん、耳くそも詰まってんじゃん、鼻くそだけじゃなくて。はぁ、うるせえな。お前、ぶっ殺すぞ、お前。鼻くそ U パックで送ってやるよ。やだ、嫌だな、その U パック。ひなもとくめに鼻くそって書いてあるんでしょ。嫌すぎる、マジで。送っとくよ、母さんにも送るよ。いや、いらない。それを送る、なんか配達の人がかわすの。うん、暇ずいよね。全然転売しよう。うん、メルカリで転売します。売れんのかな。売れないでしょ。あ、でもうちのリスナーちょっと変な人多いから買っちゃうかも。いや、逆に星川がかき集めて先生に送り返す。2人ともとつまちの時もちゃんと来たから仲いいっすね。仲良くないよ。ビジネスやめて、ほんとに。うん、ビジネスなかったこと。うん、今日初めて喋った。うん、ほんとに。え、記憶改ざんしてる。大丈夫、覚えてない。思い出したくなくて消したみたいなとこある。記憶ある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 、うん、こいつなんかな。まあいいです、ごめん、やめとくわこの話。いやー、星川もちょっと配信だから今言えないけど。うん、ちょっとまあ、うん、後で言うわ。まあ、はぁ、あ、ごめん、ため息出てきた。なんか今日のエーペックスあんまだな。あ、私もカワセ君とやるエーペックスは楽しい。いや、やっぱカワセとやるエーペックス楽しいよね。ねえ、楽しいよね。楽しいよね。わ、気持ちいい。ええ、ソシャゲ見てたら全然わかんなかったよね。先生、いつもソシャゲしてる。やめなよ。いや、だってね、ちょっと河瀬くんとのセックスが退屈だから、うん、あ、今してるんだ、ごめん、なんか。あ、うん、全然全然。マルチタスクすぎるな。うん、マルチタスクどころじゃないけどね、普通に。いや、なんかちょっと、うん、河瀬くん、もうちょっとテクニック磨いた方がいいかも。うん、あ、すいません。河瀬も負けたのってそういうこと。敗因はそういうことですか。あ、そう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 、なんか、うん、ちょっともうちょっと続ける予定だったんだけど、あ、ごめん、ちょっとビュルルって出ちゃって、なんかその息で。あ、今出たの。あ、終わったんだ。じゃあ次からじゃあ頑張れる。うん、終わった。じゃあ次本気でいこう。うん、あ、5000円置いてってもらっていい、ちょっと。出したんだから。よし、チャンピオンです。はい、5000円。5000円なら払うなみたいなテンションやめてもらって。5000円。深刻な顔すんなよ。5000円なら悩むなよ。5000円なら、まあ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 安いよな、確かに。安いのか。ホスカーみたいなね、穴だったらまあ5000円とか高いけど。5000円じゃ足りないな、ホスカーじゃ。いやいや、ホスカーだったら2000円でいいでしょ。安すぎん。安くね。だいぶ安いかもしれん。でも、星川とセックスできますって言われて、権利5000円ですって言われたら買わないもんな。いや、数十万でも無理だな、星川。いやー、やっぱいい女すぎてな。鏡見たことある？まあ、軍藤先生とは違うからさ、やっぱ。あー、家に鏡ないんだ、うん、ちょっと待って。いやー、だからもう家中鏡、家中鏡。家中鏡、家中鏡。家中鏡、ラブホの可能性が高いよ、それ。
家変えた方がいいかも。嫌すぎる。家中、家中変えないちょっと嫌か。落ち着かないだろ、だいぶ。絶対どっかで怪我する、うん、鏡買ってあげる。いや大丈夫よ。あ、カマセに、うん、あ、カマセに買ってあげるか。鏡もらうわ。カマセに買ってあげるか。鏡欲しい。誕生日いつ？5月6日。もう忘れたわ。なんで DV？ うん、 DV って恋人感のやつだよね。ドメスティックバイオレンス。ってことは私のこと恋人だと思ってるってこと？いや、違います。あ、ちょっと無理かもね。財布。え、財布って言った今。いや、言ってないです、言ってないです。え、なんか先生おごってんの、川瀬に。いや、おごってない。まあでもこの前ホテル代は出してあげたから。うわ、川瀬ってもしかしてホテル代出させる男なの？え、なんかさ、だってこの前さ、ないとか言うわけ、財布忘れたって言うからさ。え、ねえ、それ絶対嘘だよ、騙されてるよ。え、持ってたの、あの時財布。うわ、いやそして払わせる戦法だ。さあ、出ないとタクシーで帰れないよね、あの後どうやって。え、うわ、嘘でしょ。え、あー、え、返して、あん時の部屋代。え、てか、ゴメも私が買ってってんだけど。うわ、それ一番良くない。ついてるんだろ。え、え、うん、ついてるだろ、ついてるだろ、ついてる、ついてる、あるだろ。なに、これついてるかと思った。なんだそれ、なんだ、なに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 、そんなになこと言ったやつ今。ついてんの今チンコに。いや、ついてる。もう常に、もう常に、いつでもセックスできますよ。常に準備万端でこうして。ゴムついてんの今。いや、だゴムついてんの。終わってるよ。準備万端すぎる、さすがに。さすがに準備万端すぎない。やば。え、すごい。じゃあもうあの飯食ってから行こっかみたいな言ってる時も、飯食ってる時も常についてんの、もうあれ。いや、ちょ、おもろい、おもろい。マジか。え、でもふにゃったら取れちゃうから。え、そうだよね、それ。常に勃起してるってこと。お前すごいな。常に勃起してんの。え、今も勃起してるもんね、だって。そっか、ないしてない。なんだと思ったの。私たちの声聞いてたら勃起するでしょ。え、待って、なんかさ、聞きたくなかった、それ知りたくなかった。やばいやばいやばい、俺も言いたくなかったけど、俺普通に言いたくなかったってことはやっぱ真実なんだ。うん、うわ、そっか。なんか楽。そんなわけないじゃないですか、そんな。なんか悲しいわ、ね、そうやって性欲でしか見てくれないんだ、私たち。アクスター行くよ。上がんないで。何、どうした？あ、今、カーセ君とセックスしてた。あ、してない、してない、してない。さっき知って終わったんだよね。あ、なんかカーセ君って早いけど何発でも出るタイプなんだよね。あー、いるよね、なんかね。いるよね、デスリンタイプね。うざいタイプね。ちょっとうざいんだ。ちょっとうざいか、女性からしたら。それ本人目の前にして言っていいんだ。あ、やっぱなんか私たちには信頼関係があるから。あー、気まずくないんだ、そういうの言っても。うんうんうん、あ、すげえ。まだね、星川とはそういう関係が築けてないかもしれないけど。いや、なんかそこまで落ちたくはないかなみたいな。うん、あー、でもちゃんと、ね、ある程度のいい距離感保ちたいよね。え、すごい、オナホって今喋るんだね。そうだった。オナホも喋る時代か。やばい、なんかエロマンさんみたいなこと言い出してるけど。大ですか、星川さん。いや、大丈夫、あの、今、いや、してるんだよね。群能先生の髪ちぎっていいよ、かわせ。激しいなー。そんな激しいのは嫌だな、ちょっと。まあ、星川さんはね、そういうアブノーマルなセックスしかしてないかもしれない。いや、何もわかんないですけどね、星川は。はいはい。あ、処女ですもんね。あ、処女です。コメント欄見てたら、3人の相性最高だから、うん、あの、カワセミ流星群っていう名前でどうっていうコメントが。ちょっと面白い。それなら案件来るかもね。来るかな。箱も違うのに。やっぱ、いや、何系がいいかな。え、やっぱもうそりゃ、うん、あれでしょ、なんか、うん、エッチな感じのさ、オナホ使用レビュー系の。俺しか使いくれ、大丈夫それ。え、でもね、俺だけじゃないそれ。カワセちゃんとレビューできるからそれいいかも。いや、嫌だ嫌だ嫌だ、嫌すぎて。え、私カワセさんが仕事してあげるばかりね。
なもの片目を閉じてでも楽勝。ちょっと嫌か。ちょっとなんだ。やっぱ嬉しい気持ちもあるんで。ちょっと嫌かな。倫理観的にちょっと終わってるかもしれません。積んでるよ中和せって。ね、うん、多分俺の倫理観がゼロだったら即答してやってって多分。俺倫理観が今あるからちょっと無理かな。最低。そう、一回で終わりそう、その案件。注文してくれるかなリスナーたち。ちょっと嫌やな、なんかだからそれはそれち嫌やけどな俺普通に。売り上げアップ。コンドームの案件いいじゃん。いやだから俺しか使えないんだって。あ、パッケージに川瀬の顔を載せようよ。嫌すぎる。なえるだろ。嫌だろ。どうするよ友達とかがそれを見たとき気まずい顔されるって普通に。ウォッカさんが使ってくれるよ。嫌だ嫌だ嫌だ。身内がさ、それ手に取ってさ、俺打ってたらさ、えってなるでしょ、普通に。だって、ロッカさん使ってくれるよ。そう。終わってます。優しくヘビーもしてくれる、ロッカさんは。コンドームの関係いいな。あるんかな、そんな。実際使ってみる。もう、だいぶ黒いね。ね。川瀬くんがやりたいっていうのは仕方ない。川瀬何種類ぐらいコンドームの案件受けたの今まで。え、受けたことないです。1個も受けたことないです。そんなこれからだね。そう、俺夜の帝王みたいな感じじゃないんで大丈夫です。夜の帝王そこまで言ってねえよ。誰もそこまで言ってないよ。お前新しいネタが浮かばない。スターワーマーは新しいキルリーダーの誕生だ。調子こいてるだろうな。ちょっとなんだ。あああ死なんかな。なんとかして死なんかや。これあげるよ、どっちまた。え、ありがとう。カワセの匂いがする。僕って言いながらさ、さっきから星川にしかあげてなくないですか。いや、真下に落としてます、真下に。先生、そういうことだよ、差し替えるわよ。近くにいるときに、じゃあやってもらっていいですか、うん、任せてミレー。じゃあ俺これ育てるわ、ミレーのために。ミレー、え、キモいんだけど。ミレー、え、言い過ぎです。ちょっとなんか距離感、距離感考えてほしい。なんかうちらは大手 VTuber だから。大手 VTuber、 確かにね。すべての出会いに感謝。感謝感謝感謝、終わるよ。感謝感謝、え、感謝感謝、え、やめて、性癖暴露するの興味ねえよ。あ、そういうことか。やめて。すいません。あれ、私直接行った方がいいですか。あ、待って、いいよ、回収して。ごめん、なんて言った。回収してもいいよ、あれだったら。ごめん、愛してるって聞こえた今。回収していいよ。耳終わってんな。愛してるか、ごめん、うん、お前強いやん。うん、そう、このゲームだけは得意だからね。他のゲーム勝つんだけど。ああ、うん、十分だと思うよ。うんうん、かっこいいしね、川瀬。うん、川瀬くんいい人だから絶対すぐ彼女できるよ。うん、泣いてる。泣いてる、キモ。ラーメン食べたらセックスしよっか。そのためにも終わるか。うん、終わりましょう。お疲れ様。じゃあ私たちラーメン食べてセックスしてくるので。あ、伊藤ライフ先生だ。こんにちは、はじめまして。チューリングラブと聞いて。おはじめまして。はじめまして、こんにちは。オタクの藍園さんより胸が大きい星川です。うん、はーい、オタクの藍園さんより胸が大きい群馬美玲です。うんうん、ちょっとね、日本語喋んないみたいで今日分かってないみたいですいません。伊藤ライフ、あ、ちょっと私映してもらっていいですか。伊藤ライフ、こうかな。頑張れ、頑張れ。ヒップマジで、ごめんね、みんな。ごめんみんな、ごめんね、汚して。どうしたの、どうしたの。おー、赤スパ。赤スパ、天気やや、とどもちこ。ごめんね、みんな、不快だよね、気持ち悪いよね。しばらく寝れなくなるよね、ごめんね、本当に。いや、みんなこれで助かってるから。でもそれね、今流行ってるの、TikTok で。え、手こき？なんか、いや、手こきしないんだけど。こういう手こき流行ってたらおしまいだよ。ダンスのあるんだよね、みんなね。なるほどね。知ってると思うけど、うん、彼女が欲しいのに女性と話すとどもってしまい、まともな会話ができません。うん、お二人に女性と会話するコツや接するとき意識していることなど教えていただけたら幸いです。特にないです。女性と会話するコツ、うちらの会話をね、参考にしてもらえる。あ、そうだよね、ね、うん、
ゴミカス。うっせぇな、クソババ。おい、近寄んのおい、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 ちょっと待って、やめろって、マジで。マジで、近寄ってこんな感じですね。こんな感じでいったらモテると思います。間違いなくモテるんで、皆さんやってみてください。解決モテそうなのにって言われた時のうまい返し方知りたい。え、モテるけど。うん、モテるけど、うん、告白してよ、別に、うん、待ってまーす。え、好きを使うこと、モテるけどですか。うん、って感じ。うん、うん、モテなさそうだけど。いや、モテるけど。いや、モテなさそうやけど。やばいやばいやばい。じゃあ、はい、え、まず一番短めのやつにしようと思います。あ、まず軽いとこから入っていこう。軽いとこです、うん、はい、割と軽いやつです。いきます、うん、家に帰ったら母親が祖父の首を絞めていた。軽くねえよ。軽くねえんだよな。すごい、私このこの短い文章を見たときにあっってなっちゃって、うん、これ結構辛い。困るな、この反応。そうね、え、これあれだよね、違うよ、あの、はい、殺すとかじゃなくて、そういうプレイをしてたっていう、はい、待て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 、おじさんと母親がプレイしてたらもう不幸話だろ、それはそれで。ちょっとでもポジティブに考えたいやん。そうだね、うん、ま、もしくはね、あの、動けなくなって、あの、首をね、マッサージしてほしいだったかもしれない。あ、確かに確かに、支えてたみたいなね、首をね。そうなんだよね、よくあるよね、そういう、よくある、よくある、これはよくあるね、全然不幸じゃない ね、 ね、よくね。あ、気づいちゃった、よくないっていうことに。いや、よくあることにしていこう。ちょっと、そう、これはよくある、うん、性の目覚めが機関車トーマス。マジでこれ本当に何と思って、夜中見た時笑い止まらんくて、これ本当に。どうやってと思って。どうやって、なんで、え、機関車トーマス顔めっちゃ怖くない？怖い、いや、わかる、怖いよね、冷静に見るとあれ。めっちゃ怖いよ。なんであれがあんな人気なのかわかんないぐらい怖いと思ってんの、私。顔変えた方がいいと思う。あんなに人気なのに。ね、待って、何に見出すんだ、せいよ。なんかそんなエロいキャラとかいます、トーマスとか。あ、なるほど、連結とかに興奮したのかもしれない。なんでもいいや。怖、もはや。え、待って、アンジュか誰かがトーマスで目覚めたって言ってた。アンジュ。やば、アンジュさんならなんか、まあ、確かにアンジュならやりかねないよな。アンジュはトムとジェリーか。なるほど、まあ、どちらにせよだよね。もっとわかんねえ。あ、でもね、そう、そうなんですよ。私なんか不女子っていうなんか男同士のカップリングがね、好きな女子をやらせてもらってるんですけど。やらせて、はい。はい。あの、機関車トーマスの同人誌あるんですよ。へぇ、あ、キャラの？そう、なんか擬人化みたいな感じとかも、そのまんまとかもあるし。へぇ、あ、人になるんだ。そう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 。そういう感じだったのかもしれないですね。なるほどね。はい。面白いですね、世界は。はい。いきまーす。ふと性欲が湧きました。階段の音が、階段を登ってくる音がしたらやめればいいかと、その場でオナニーを開始し、無事母親におなばれして、その時使っていたイカ娘の同人誌がトラウマで、今でもイカ娘では抜けませんとのことでした。へー、そう、イカ娘何も悪くないけどね。そうだね。でもなんかイカ娘では抜けませんなんだね。イカ娘が見れませんとかじゃないんだね。あー、確かにね、なんか思ったより傷は浅いんじゃないかと思います、うん、かわいそう。え、この人からしたら不幸話なんだよ。まあそうだよね、そうだよね、うん、え、ちなみに星川さんはオナニーがバレたことはありますか、うん、いや、ちょっと何言ってるかわかんないですけど、ないですね。あ、何かわかんないけど、ないのはわかるんだ。わかんないけど、ないですね。わからないからないですね。普段どういったものでされていらっしゃるんですか。あ、ちょっとわからないですけど、イカ娘ではないですね。イカ娘ではないことは確かに。はい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 。え、じゃあ VTuber とかですか、やっぱり。やばいだろ、マジでそれ。あれ、ファンアート的なやつ。そうそうそう、ファンアート的な。多分いるだろうね、ライバーさんの中でも、そういうので抜いてる人。私、ちなみに星川で抜いたことありますよ。聞いたことある、なんか。うん。あの人があの人のファンアートでしたことあるらしいよみたいな。そんなことあんの、待って待って、二次三次やばくない。え、マジで言ってる。二次三次飛んでやば。いや、二次三次は限らないじゃん、今星川が言ったの。
いやでもさ、例えばこれがさ、君さ、ホロライブと仲いいじゃん。これがホロライブだったら最悪だよ、さらに最悪だよ。安心して、ホロライブではない、大丈夫。あ、オッケーオッケー、ホロライブではないということで、はい、ご安心ください、はい、皆さんね、はい。はーい。怖はい、いやでも星川だって R18 率高いもんね、ファンアートの。え、って言われるけど、星川全然見かけないんだけど、ツイッターにある？え、なんかね、それは、うん、ピクシブとかもそうですけど、なんでそこ恥ずかしがるの？そこじゃないだろ、自分が抜いたやつだからさ、ちょっと恥ずかしいですよね、うん、え、ちなみに星川のエロ同士で同人誌を買ってます、私。え、なに、どこに売ってんの？売ってる、売ってる。え、なんかそういうサイトで、なんか、うん、え、ありますよ。え、え、自分のは買わないの？自分のは買わ、あ、なんか買うけど、そんな読まないね。へー、はい、ちょっと後で教えて、星川も興味ある。オッケー、じゃあこれで抜いたってやつ送るね。ちょっと綺麗。はい、次行きまーす。女の子とホテルに行って浴槽にローション入れてぬるぬる遊んでたら滑ってあばら3本骨折。ガチかわいそう。ローション入れて遊んでる時って絶対楽しい時やん。楽しい、でも笑っちゃうけどね、多分ね。確かに。え、でもさ、よく聞くくない、こういう話。いや、聞く。ローション事故は結構聞くよね。ぎっくり腰とかさ、うんうんうん、そういう感じで。ローション危ねえな。危ねえ、使わない方がいい。あれ、うちの事務所でローションでね、配信してる人いましたけどね、昔。そんな二次産地って、天下の二次産地なのに。よかったな、あばら持ってかれなくて。確かに。え、でもさ、これさ、あばら3本折れたら絶対その瞬間に痛いやん。うん、痛いね。お風呂で遊んでるってことはまず多分やる前じゃん。ウェーイとか言って、え、言葉言うとか言って、滑るとか言って、うっつって、ボキッってさ、どうするんだろうね。消化不良だわ。え、でもさ、そういう時本当にどうするんだろう。え、救急車呼んで。呼ぶの？全裸で。そうだよね、呼ぶしかないじゃん、だって。呼んでもさ、だってローションってさ、うん、シャワーじゃ大してこう落ちないじゃん、あんまり。パンパンはたかないと落ちないからさ。素直に言うしかない。いや、救急車まで、ぬるぬるの男が運ばれてくの。全裸の。エイリアンみたいな。かわいそう、恥ずかしいわ。いや、でも実際ラブホって救急車呼ぶこと多いらしいですね。あ、そうなんだ。うん、なんか結構首絞めプレイとかで本当に意識なくなっちゃったりとかあるみたいですよ。え、かわいそう。あ、怖いよね。みんな気をつけてください。あ、相手いないか、みんな大丈夫だ、リスナーは大丈夫です。はい、そうだね。はい、よかったです。かわいそうに。ちょっと次はちょっと汚いやついきたいと思います。いや、今のも汚ねえぞ。確かに。元カノが乳首攻めする方が大好きだったんですが、ひたすら俺の左乳首だけを必要に締めてくるので、別れた頃には左乳首だけが肥大化した化け物が生まれてしまう。マジでかわいそう。え、なに、でかくなんの？え、多分そうだと思う。そうなんだ。なんか多分すごい、ものすごい擦り続けてたりとかするとさ、めっちゃ敏感になったりするやん、はいはい。それで多分触られ続けてって、なんか乳首がぷくっとするというか、男なのにこう乳首がなんだろうね、はいはいはい、ぷくっとしちゃってでかくなったんだろうなって思うんですけど。化け物レベルで。そう、これさ、どうしたらいいと思う？これマジでかわいそうだと思う。でも、もうそれ別れ話の時にそれを引き合いに出せよ、お前。いや、嘘でしょ。え、どうやって。え、俺こんな化け物になっちゃったから責任取れよみたいな。責任取って右も開発してから別れようぜって。やばー。いや、でもこれはもう自分で右も開発するしかないんですかね。確かに今の一番の解決策はそれしかないな。左開発されてるんだったら左の方が絶対気持ちいいじゃん。うん、それで右触るのちょっとかわいそうではあるよね。左触ったら目的が違うから、ほら。あ、そう、それしないと次の人付き合えないから。でもさ、次の人って言ってもさ、うん、右開発したとってさ、右も左も化け物になるわけなんだよ。でも片方だけ化け物よりさ、やっぱ、はいはい、あ、この人こういう人なのかなって終わるからさ、やっぱ。星川がさ、男と付き合ってさ、じゃあ初めてのエッチでドキドキっつってさ、乳首見たらさ、うん、なんかめっちゃ
でかくてぷくっとしててさ、女の子みたいだったらどうする？どうしよう、どうしよう。聞きづらいな、聞きづらいよね。え、生まれつきとか聞いちゃうもんね。いや、多分ね、聞きはするけど触れづらいね、めっちゃ。なんかね、それでなんか元カノでとか言われたらさ、なんか絶対その日もセックスできないよね、なんかこう、うん、ちぎるよね、乳首。え、それ嫉妬で？え、そうそう、気持ち悪いし、もう元カノの話気持ち悪いと思ってちぎっちゃうよ。嫉妬深いんだ。え、めっちゃ嫉妬深いよ。え、そうなの？全然そうだと思わなかった。あ、ほんと？元カノの話されるの嫌じゃない？まあ、嫌だ、確かに嫌だっちゃ嫌だね。うん、なるほど。でもなんかさ、元カノにさ、乳首攻めされてたってことはさ、自分にも乳首攻め求めてきそうじゃない？やだ、そんなの。え、男の乳首攻めやだ？いや、元カノと同じこと要求されるの気持ち悪い。あ、それは嫌だ、確かに。うん、しかもそれで元カノはやってくれたのにとか言われんの嫌だ。え、やった、キモ。童貞を捨てようと初めて風俗に行ったら後ろにおもちゃを突っ込まれて最後まで、なんだ最後まで、なんだろう、ね、何気になるこれ。まだ童貞。え、ちょっと元の文章探します。あ、え、それなんで言わないんで、風俗嬢に僕は童貞を捨てに来ましたって。なんで言わないの、もったいない、お金が。確かに。え、かわいそう、童貞。いや、マジでかわいそう。え、待って、今の童貞の言い方めちゃくちゃよかった、もう一回言って。気持ち悪い。え、お願い、もう一回言って。キモい、キモい、早く探せよ。でも探してんだよ今。でも意外といるよね、風俗で童貞卒業しましたみたいなさ。あ、なるほど。行ったでした。あの、行くのいいが、まあ、つまり絶頂したってことですね。つまり後ろにおもちゃを突っ込まれて、まあ、絶頂してしまってまだ童貞ですということでした。あ、そうなんだ。これはちょっとかわいそう。かわいそう、めっちゃ。ねえ、プレイのなんか好みとか聞いてくれないんだね。聞いてなくてそのプレイされたならやばいけど。確かに、ちょっと店が大丈夫かなってなる。なる。もう一回行こう。そうだね、もう一回行って、もう一回行って、もう一回掘られたらどうすんだよ。もう終わりだよ、もう諦めよう。はい、中学の時の話です。何とは言いませんが、一人でいたしていたら5歳の弟に見られ、母親に報告されました。寝たふりをしていましたが、母親のいいの、黙っててあげなさい、大きくなればわかるから、というフォローが聞こえ、気まずくなり、しばらく顔をまともに見られませんでした。これは本当にかわいそう。フォローがいっちゃしんどいんだよ、いっちゃきついよ本当に。これは やだーい。でも家出するよ私これ絶対。5歳の弟も言うなよ。いや確かに。え、でも なんかしてるけど大丈夫みたいな。え、でもさ、言うんじゃない、なんかハーハーしてるけど大丈夫かなみたいな。あ、気まず、気まず、怖。フォローはやだな、笑ってほしい。いや、なんかでもオナに見られた系やっぱめちゃくちゃ多いね。なんなんだろう、みんな、うん、男の人多いよね、なんかね、うん、そのエピソードあれ、オナに見られがちなんだね。頑張れよ、もっと。何を頑張るの。いや、見られないように、そんな後悔するぐらいなら。いや、でもさ、やっぱさ、中学生とかでさ、うん、なんか自分の部屋ないみたいな子も結構いるじゃん、今時とかは、うん、そうだから、そう、ね、どうしてもやっぱ見られちゃったりするんじゃないですか。そっか、はい、寒いね。ニューディール政策をニューディルド政策と言ってしまい、好きな子に聞かれました。 え待って、ニューディルド政策なのこれ。何、星川やったことあんのかお前。違う、星川さん、このマシュマロさっき見て、はいはい、ニューデリヘル政策かなと思って。ちょっと分かんなかった。星川さんはデリヘルのことばっかり考えてるんですか、普段から。お前笑ったらやばいんだろ、お前笑うなってマジで。いや、まあニューディルド、まあ、ニューディールとニューディルドだったらまあ分かるよね、気持ち。わかんねえよ全然。まあ、分かんねえだろ。嘘でしょ。でもさ、星川さ、ちっちゃい頃さ、うん、だって、うん、シックスっていう時さ、セックス思い浮かべてニヤニヤしてたタイプだろう、うん、あ、確かに一緒だね、源田先生ね。違うよ、お前の話をしてんだよ。私は違うよ、やめて、入れないで、そっちに。汚い人たちのところに入れないでください。お前が一番汚ねえわ。セックス、あ、セックスじゃないや。
もどうも星川のさ好きな男の子がいるとするじゃん。うん、ニューディルド制作ってしたらどうも。いや面白いね、サイコ好きになるわ。あマジ、あよかった。世の中にはこういうポジティブなねサイコパスもいるので皆さん安心してください。え待って、じゃあ群島先生ならどうなの。いやちょっとなんか私下ネタとかダメだからな。群島先生そんな人と付き合ったらって一言も話せなくなるよ。確かに。ディルドって何ディルド。えわかんない、もしかもわかんない。えディルドって言ってみて。ディルド、ディグダみたいな感じかな。ポケモンの進化系かもね。そうだよそうだよ、ディグダが進化するとディルドになるんだね。3本生えてんの。2本ならわかるよ。2本だったらさまあ2個入れたらいいなってなるけど、3本は持て余すよね。よ、うん、彼氏と間違えてベッドインした。やばくない？やばいやばいやばい。間違えるか逆に聞くけど。え、なんかさ、あっちも逆にさ、うん、え気づいてほしくない、うん、なんかこう、え、いや、やったのかなこれ。嫌じゃないか。うん、最後までやったらお兄ちゃんが悪いよ。確かにお兄ちゃんが悪いわ。これはでもなんかありそうだよね、なんかそういうエロ漫画とかでこういうやつありそう。漫画の世界ではね、あるかもしれないけど、現実そんな顔似てんだ。なんかでも確かに弟とうまくいかなくなったらね、顔好みなわけだから次お兄ちゃんいけんね。お前お前最低お前、マジ、マジで言ってる。欲しかお前、お前坊さんやれば誰でもいいのかお前。違うよ、じゃ顔が好みなわけでしょ。いやいや、えでもさ、うん、ずっと思ってたのこれさ、もう人生でずっと思ってたんだけどさ、双子ってチンコの大きさも同じなのかな。あー確かに。え試したことある。いや知らないね。だいぶだいぶゴミだろあった。確かに。気になる。ちょっと双子の方いらっしゃって、ぜひねあのご連絡いただければと思います。よろしくお願いします。中学の頃学校終わって当時付き合ってた彼女と夜に落ち合ってコンビニでゴムを買って公園で青缶してました。そしたらたまたま通りかかった担任に見つかって、2人とも下半身がすっ裸で20分間説教を受けた結果俺だけ性病になりました。かわいそう。絶対多分なんか虫とかに噛まれたのかなっていう。かわいそう。それは教師のせいじゃない。でもさ、かわいそうかな本当に。青缶してんだよって思う。確かに青缶青缶、あそっか星川さんはよく青缶するから。いやちょっとわからないんですけど、はい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 、液をしてる時に服ぐらい、まあ、マジぐらい、まあ、それはそう。なんか旗から見たらさ、大人がさ、うん、下半身裸の子供二人になんかこう喋ってるわけでしょ。やばい、それは確かにやばい。やばくない担任。履かせてほしいね、せめてね。いやそう、履かせてあげてほしいね。いやもしくは名前控えて明日学校来いよとかの方がね。確かに確かに。そうそう、かわいそう。でも性病はかわいそう。はい、性病かわいそうやな。はい、好きな女の子が男3女1でラブホに入ってった。男の一人は親友だった。容赦ない 4P の動画が送られてきた。好きだった子は無事妊娠して、親友は女の子の両親から訴えられて裁判中です。うわ、ちょっとその女の子のこと考えたら笑えねえ。確かに言うてな。いやでもなんか混ぜてやれよって思ったけど、でも裁判になるんだったら全然いいかってなるよね。あ確かに。じゃあいいやってなっちゃったわ今。いやさっきのな 9P の後の 4P だからなんか少なく感じる。うん、あれいいの、両足余ってるけど大丈夫そうとか言っちゃった。あれ、私まだいけるけどみたいな。私まだ余ってるよって。付き合ってた彼女とのお話です。浮気で傷ついたことがお互いあるので傷を舐め合う半年を過ごしました。で彼女たっての希望で付き合ってることを公言していませんでした。そんな時私に恋人がいるとは知らない親友から初めて恋人ができたと連絡がありました。よかったじゃんと思いつつ、どんな人と返したところ、写真が1枚送られてきました。親友と私の彼女のツーショットでした。
浮かれている親友はありったけの写真を送ってきますが1枚で致命傷です。親友は私が付き合っていることを知らないので仕方ないですが下絵切りはしないでほしかった。その後浮気を理由にせず自然消滅の形で別れました。親友は今でもその彼女と付き合っているようです。やば、言ってやれよって思うけどな。いや言ってやれよ、友達なら教えてあげる。いや確かに親友ならなんで言わないんだこれ。うん、教えてあげます。怖っ、ガチ怖い。え、いや怖い話だそれは。これ教えないって逆にそれ親友なのかな。そう、その友達のことを思うんだったらかわいそうにで終わらせたらダメだよ、うん、そうだよね親友じゃないよね。なんかちょっと多分イラッとしてやっちゃってる面あるよね絶対ね。あー確かに。そう、お互いやられた経験があって辛かったよねみたいな、お互い絶対浮気しないようにしようねみたいなこと言ってたんだろうねきっとね。いや絶対その女浮気された経験ない、浮気した側だろ。あ、多分それでなんかそう言ってるだけかもしんないよね。嫌、ね、だな。そんなことある人ないでしょ。はい、アナルに指を挿入される性感マッサージでジョーから違和感を告げられ医者に行ったら悪性ポリープだったよかったな。よかったよねこれはねこれは全然よかったんじゃないか。すごいなそのジョーさんね。もう触り慣れてるから分かるんだろうね感覚で。え、これなんか違くないみたいな。医者じゃないもうえ、でもなんかツイッターで見たことある、なんか医学生やってて、で夜はなんかそういう SM 嬢として働いてますみたいなやつ。うわー、めっちゃなんかあれだね、 AV に出てきそうな設定だね。ねえ、そう、でも現実いるらしいから案外ありえるよね。すごいねえ、どう違うんだろうね確かに悪性ポリープなんかあったんだろうな。なんか膨らんでるとかなのかね何笑ってんのえ、だってそれさ、うん、その違和感があったのどう次なんか告げられた瞬間を想像すると気まずすぎてさ確かにだってさ絶対アナルに指入れてるっていうことは絶対なんかそういうなんかいい感じのさ、ほらここが気持ちいいんでしょみたいなことやってるじゃん、うんうん、でほら入っちゃったよ指とか言ってさコスコスってやってる時、うん、あれ、うん、あれあれなんかなんて言うこれ本当によく言ったその女の子も本当に偉いよね。うん、え、あ、なんかちょっと変ですけど大丈夫ですかだって思わず敬語になるよね急に現実に病院に行った方がいいかもしれないですねって言って、そっからもうかえなんかお金いらないから帰ってくださいってなっちゃうよねあのもういいんでっつって確かにお医者さんにどうやって説明したんだろう。確かに、え、なんかちょデリヘル嬢に触ってもらったら変だって言われたんですけどやばえ、だって普通気づかないもんね。いや気づかないんだろうな。だって自分のさアナルの中にさ出来物があっても気づかんくない。うん、うん、気づかなそう。なんで気づいたんですかって言われてもえ、あってなるよね素直に言うしかない。いや指入れられて。いやでもお医者さんも慣れてるだろうねそういう人の対応ね。そうかな。え、そうじゃない。エピソードにはさすがに慣れてなくない。あ、確かにお医者さんって大変なんだね。大変ですね。はい、3歳の時に親が離婚して母親と別れました。17歳の時に自分を迎えに来てくれてた彼女が見えるところで事故死しました。21歳の時別れた彼女が別れて1週間で自殺をしました。24歳の時付き合ってた彼女が病死しました。半年後唯一の兄弟の妹が事故死しました。女性と深く関わることがトラウマです。それ重いな。重いよね。重いな、トラウマになるな。それはなんかホリックっていう漫画があるんだけど、ホリックっていう漫画にひまわりちゃんっていう子がいて、はいはい、周りの大事な人間を不幸にしていくみたいな、そういう能力、うん、それじゃん。怖いよねこれね。いや怖いね。なんか、うん、そうだね、関われないね女の人と。え、どうにもできんかな。え、なんかそう呪われてるとかしか考えらんないよね。確かになんか17歳の頃とかからなんか彼女いるからみたいな感じで周りからの嫉妬をめちゃくちゃ買ってるみたいな。あ、生き霊、彼女できずに死んでった生き霊たちが取り付いてるみたいな怖い怖い怖いよ。お祓い行こう。お祓いね。え、でもさ、こんな、何なんだろう、役払い
かな。はい、女の人どうだろうね、厄払いお払い行ってみな、ね、好きな人できてももう告白できんよねこんなの。できない、話しかけらんないよ。うん、本当に。はい、高校1年生の時に、遠足に行きました、はい、で、めちゃくちゃ盛り上がっていましたと。で、うん、レクリエーションを終えてバスに、帰りのバスに乗り込んだ時に違和感に気づきます。なんかお腹痛いな、はい、なんかあびびたるもので、まあ、うん、すぐに収まるだろうと思っていました。学校に着いてからも、痛みが収まらなくてそのまま部活に行きました。どんどん激しくなっていきます。さすがに動くのが辛くなってきたので部活を抜けて家に帰ることを決心しました。帰り自宅の最中、尻からガスを出した拍子に感じる嫌な感触、恐る恐る確認するとパンツに少量の身が付着していました。ここでピンときました。バーベキューで食った肉が生焼けだったんだと。もちろん替えのパンツなどは持っていない私はこのままの格好で帰らなければなりません。最悪の気分で自転車を走らせます。サドルに尻をつけると被害区域が広がってきたので恐ろしい。被害区域はい、片道40分かかる通学路を立ちこぎで爆速しながら爆走しながら自宅へと帰ります。身をひっつけた状態で道中のコンビニのトイレを借りるもの着でそのままとにかく自宅のトイレを目指していました。家まで残り10分弱のところでひときわ強い腹痛の波が押し寄せてきました。たかが10分が果てしなく遠いものに思えて涙目になってしまい、つい腹に集中させていた力を緩めた瞬間、まるでダムが決壊したかのようにうんこが溢れ出てしまいました。パンツ、ズボン、靴、自転車、道路と至る所にうんこを撒き散らしてしまった私は泣きながらごめんなさい、ごめんなさいと唱えてその場を逃走しました。以降はまだ終わりません。家に着いて玄関の扉を開けた瞬間、長い距離を立ちこぎで爆走したせいか足がつってしまい地面にひっくり返って動けなくなりました。高校生の息子が帰ってきたと思ったらうんこまみれの格好で泣きながら地面にひっくり返ってるのを見た母親はどんな気持ちだったんでしょうね。いや、かわいそう。これはこれ、これ優勝でしょ、これ。自分がさ、お母さんでさ、あれ帰ってきたのねっつって、うん、あれなんかなかなかリビング来ないなと思って行ったらさ、うんこまみれでさ、ひっくり返って泣いてんの、ごめんなさいとか言いながら。かわいそう、お母さんがかわいそうだ。なんでこれは部活行く前にうんちしなかったんだろう。確かに、うん、10分ぐらいのところでごめんなさいごめんなさいって逃走してきたけどさ、その間さ、うんちはさ垂れてるからさ、うん、なんかさ、あのさなんかあのお菓子の家とか、なんかヘンゼルとグレーテルみたいな感じでさ、うんこの点がさ、点々って家まで続いてんのかな。確かに、犯人バレるって。え、どうすんだろう、これ掃除しに行かないよな、まあ、でも。いや、行かないです、雨降るの待つしかない。マジ今日は雨かなってかわいそう。うんこ漏らす話大好きよ。いや、わかる、うんこ好きだわ本当に。うんこいいな、やっぱりな。いや、忙しかった、その時も絶賛、うん、何ネットダチ期だったから。あー、なんか行ってたよね、あの旅行みたいな。あ、そう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 、一緒に行きたかった。あ、で、手ディスコード送ってきたよね。送った。ね、送ってきて、でも私ディスコードすらもうなんか立ってたから、もう見たくなくて全部立ってたから返さなかったら、うん、そしたらなんかで返そう、あ、3日後ぐらいに、あ、忘れてた、返そうって思ったらメッセージ削除されてて、ガチじゃんって思って。全然かない、クソメガラみたいな。いや、なんだこいつと思って。いや違う、一緒に行きたかったなって思って送ったんだけど、うん、いや、まあ、いや、いや、ちょっとやめようと思って。ちょっとダメだと思って。可愛いね、星川ね。え、じゃあ一緒に行こうよ。はい、次行きましょう。いや、ブリティッシュヒルズはだって星川ペラペラやん、英語。え、ねえ、行きたい、あそこ、あの、一回行ったことあるんよ、家族と。あ、そうなんだ。うん、行きたいな。あ、家族いるんだ、違う、家族いるんだは変か。
すぐ3年になる彼女がいるのですが、時々彼女がわからなくなってしまいます。僕は誰かと初めて付き合うのに、うまいな、元彼が昔好きだった人の話を楽しそうにされたり、遊園地デートで並んでる途中に彼女にうちのストーリー見てと言われ、見ようとしたらインスタブロックされてることになったりして、勝手に見れなかったり一番悲しかったのは、僕はプレゼントの手紙を渡すのに、僕はプレゼントを一度しかもらったことがないです。その一度も誕生日間違えられてて落ち込みました周りの友達に話すと、別れたらとか、本当に付き合ってるのと言われることがあって、結構悲しいです。好きなのに。時々すごく落ち込ませてくる彼女だけど、僕にも持ちそうあって、彼女が精神的に病んだ日に助けに行けなかったり、そもそも恋愛だったら胸がえぐられるような感情も心地いいと感じてしまいます。やばお互い意見が言うのが怖いのもあって、喧嘩も全くしません。僕はこのまま結婚できたらなと思ったのですが、周りのことや彼女や僕の性格を考えると、あ、結婚したら絶対うまくいかないと感じてしまいます。いい関係にするにはどうしたらいいんでしょう。この関係で結婚しないなら別れるべきなんでしょうか、という話。でも本当別れた方がいい、うん、いや別れた方がいいよ。人の心ないよ、その彼女。本当に。しかもさ、だって初めての彼女なんでしょ。あー、それはね、結婚って思っちゃうよね。先生と違って若いんだよ。ああ、もう泣きたいの。いや、大人のお姉さんなんだよこっちは。嫌われる出会いがあるよ。大丈夫。大丈夫だよ。いやいや。とりあえず別れよ、うん、この人と。別れよって、うん、次のなんか恋愛はこんなに修羅じゃないよね、星川。そうね。こんな人なかなかいないと思うわ。なんか優しすぎん、この人あまりにも。え、私と付き合おうよ。私もっとボロカツできるよ、君のこと。怖い。ダメだよ、みんなこんな女に引っかかったら。なんで。え、でもしたいでしょ、うん、え、なんかこういう何しても怒らん人と付き合いたいですかも。いや、わかる。グッド先生、どこまでのレベルでなんかひどいことすんの。え、なんだろうな。え、その男の前で違う男とセックスとかできる。やばい、やだ。え、ちょっと今初めて人生のことちょっとやだって思ったもん。しかも、ダメ。やだ、ダメだよ。ダメ、最低。望んでのさ、プレイだったらよくない、ね、あー、そのお互いがってこと。そう。あ、まあそれはいいかもしんない。それはいいな、それはいいわ。え、でもツイッターで検索するとそういう人結構いるよ。へえ、巻き込んでくださいみたいな。が、なんか僕たちカップルのアカウントですって言って、あの、寝取られが趣味なので、なんか寝取ってくれる人探してます、僕はその目の前でそれを見てますみたいな。やば、闇しか。そう、しかもお金も払いますみたいな。そんなのばっかだよ。なんでそんな知ってんの、グノ先生。はい、次の質問。え、待って、グノ先生やったことある、もしかして。え、やった